聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ広島山口編、本作で8本目です。さて今回のテーマは、商店街に面白いお店たくさん見つけましたので、興味そそられたお店さんから撮影 OK ですよというふうに言っていただいたお店さんまでありますので、宮島のグルメ旅早速始めていこうと思います。最初のお店は、前回配信した第7話で撮影交渉をし、すんなりとご了承してくださった風来堂さんに来ました。風来堂さんの人気メニューは、こちらのテレビ番組でも紹介された安納芋と紫芋のソフトクリームだそうです。その上で、安納芋が甘いお芋で、紫甘さ控えめな方にはなってるんですよ。店員さんの素晴らしいセールストークにすっかり乗せられ、選んだのが安納芋のソフトクリームです。しかしここで一つの問題が発生。実は風来堂さんの店内にはイートインコーナーがない。考え抜いた末に、郵便局の軒下で食べようと思います。宮島郵便局様、安易な発想から敷地内にて無断で撮影をしたことを今は心の底から反省しています。いろいろありつつ、ついにやってきた実食の瞬間。いただきます。ソフトクリームに芋の味が加わると変化する。これはテレビが取り上げても何らか不思議じゃない。お芋も食べてみましょう。安納芋が加わるとさらに美味しさが増しますね。少し特色があるソフトクリームと思って食べ進めていくと、さらなる美味しさの秘密を発見。下の方にコーンフレーク入ってました。うまいです。風来堂表参道店さん、安納芋ソフトクリームと出会えて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。お好み焼き屋さん見つけたんですけど、撮影 OK もらえました。こうしてご縁に恵まれ、足を運んだ2軒目のお店が、こちらのお好み焼き桜丸さん、せっかくなんでベーシカルなお好み焼きを。すぐさま注文。1枚850円。ソースがよく絡んで味がよく染みてて美味しいです。ビールもいただきました。生ビール1杯600円。広島での念願だったお好み焼きに舌鼓を打っていた桜丸さんに滞在中、とある思い出深いエピソードが起きました。当初店を開けたばかりということもあり、お客さんは僕一人だけで、おかみさんが申し訳なさそうにしていたのですが、いくらか時間が経った時、4人のアジア系と思われる旅行者が桜丸さんを訪れました。彼らは台湾から来た人々だと分かり、席に着くなり口々にオイスターと言い放ち、すぐそばで撮影を続けていた僕は思わずえっと驚きを隠せませんでした。お好み焼き店にいるのになぜお好み焼きを食べないの？振り返ってみれば単なる迷惑なおせっかいですが、どうしても我慢しきれなくて、つい彼らに中国語で次のように提案しました。びっくりして顔を見合わせた彼らでしたが、しばらくして僕の意見を聞き入れ、牡蠣と一緒にお好み焼きも食べて満足した様子で店を去っていきました。彼らとのやりとりの後、桜丸のおかみさんから感謝の言葉をいただきました。記憶違いの部分もあると思いますが、最近めっきり使う機会がなかった中国語が役立ったことに、なくしていた自信を取り戻した瞬間でした。かけがえのない一期一会に巡り合わせてくださったお好み焼き桜丸さん、本当にありがとうございました。めちゃありがとうございます。
そろそろ次の場所に行こうと思うんですけど、こちらも撮影のお許しをすでにいただいているお店です。そうした経緯を経て足を運んだお店がこのゲブラさん。ゲブラさんの特徴は何といっても、日本国内でダントツの生産量を誇る生口島のレモンを使った豊富なドリンクの数々。店員さんと生口島の話で盛り上がりながら選び抜いたのが生レモンチューハイ1杯850円。レモンがたっぷり入ったレモンチューハイ。一回混ぜてから、おいしい。程よく酸味が効いていて、お店の自家製だというので飲みやすい。ゲブラさん、自家製レモンを使ったレモンチューハイ、一生忘れられない一杯になりました。本当にありがとうございました。ゲブラさんでは単に美味しい思いをしただけではなく、次の4軒目につながる耳寄りな情報を得ました。さっきオベジンの方からおすすめされたので、鳥屋さん行ってみようと思います。教わった情報を頼りに商店街を西へと進んでいくと、鳥屋さんあれですね、隠して撮影交渉をし、自家製の粒あん使ったもみじまんじゅう、お値段300円ゲットしました。しかし鳥屋さんの店内では食べられないので、場所変えて宮島おもてなしと言って、ここで鳥屋さんのもみじまんじゅうをいただきます。余談ですが、宮島おもてなしトイレの向かい側にはゲブラさんがあり、鳥屋さんを紹介してくださった男性がまだいたので、おすすめゲットできましたよ。補足すると、この施設は宮島郵便局さんと隣接していて、風来堂さんの時にも利用すればよかったと悔やんだのは言うまでもありません。こちらがしゃもじみこしだそうです。鳥屋さんのもみじまんじゅう、出してみると一般的なもみじまんじゅうとは雰囲気が違います。衣がパリパリしていて、中のあんこがふんわりとした食感で美味しいです。鳥屋さんもみじまんじゅう、本当にありがとうございました。宮島のもみじまんじゅうはバリエーションが豊富なので、食べ比べをしようと5軒目に選んだのが菓子どころ木村さん。おかみさんに交渉しましたら、うちもぜひというふうにおっしゃっていただきましたんで、早速おかみさんの一押しを実食です。おかみさんのおすすめアップル味のもみじまんじゅう、ご厚意でサービスということになりました。広島2回目です。でもなんか忘れ物してないかって思った時に、宮島忘れてるやん。おかみさんを前にしておこがましいとは思うんですが、リンゴのサクサクの食感ともみじまんじゅうの相性がすごくいいなってなりました。貸し所木村さんのご好意ご恩忘れません。いい記録映像にしたいと思います。ありがとうございました。ここが正真正銘ラストです。コーヒーの一杯をいただいて締めくくりたいと思います。どうにかご了承をいただいて、ブレンドコーヒーを注文。店内でくつろぎながら宮島で過ごした時間に思いを馳せていました。喫茶島さん、宮島での旅を締めくくるのにふさわしい一杯、ありがとうございました。そろそろフェリーに乗りましょう。次の目的地が僕を待っています。ちなみに本作で発生した経費は全て食費のみで、総額は3650円でした。宮島桟橋に戻ってきました。およそ30分後、観光地宮島でたくさんの方々とコミュニケーションを取ることができて最高の旅になりました。そろそろこの旅行映像作品もエンディングの時間です。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回配信の広島山口編第9話は、旅の舞台を山口県岩国市に移し、
宿泊したホテルの紹介及び体験した出来事をお見せしながら、岩国市の象徴である錦帯橋を目指します。ぜひ次回の配信もご期待ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。